サザークは、ロンドン中心部サザークロンドン特別区にある地区。シティオブロンドンの南側、テムズ川の南岸に位置する。テムズ川に架か,かるサザク橋は、アーネスト・ジョージとバシル・モットによって計画され、1921年に開通した。地区内に、サザーク大聖堂、バラ・マーケット、グローブ・ザ・ザ・シャード及び、ロンドン市庁舎がある。 イングランド国教会のサザーク大聖堂起源は7世紀の未装院でテムズ川の渡し森の娘メアリーがその創始者ということである。サクソン時代のセントメアリー・オーバリー修道院に遡る。16世紀にセントセービアという教区教会となり、1905年に今日のサザク大聖堂となった。現在大聖堂の内陣は1213年から1238年の 間に建てられた。欲老は13世紀末の作であり、外人は19世紀に再建されたものである。19世紀の改修工事を行ったのは建築家、アーサー・ブロムフィールドであった。内人の北側シューホローにハーバード・チャペルがある。宣教師、ジョン・ハーバードは、近くのバラハイ・ストリートに生まれ、1607年にこの、教会で洗礼を受けた。 ハーバードは1637年にアメリカに移住。ハーバード大学にとって最初の寄付者となった。ジェフリー・チョーサーの時代から文人と縁が深い。大聖堂には、シェイクスピアの末程で16歳年下のエドマンドの墓がある。1024年の記録に残るロンドン最古の果物、野菜市場。ありがとうございます。